せーの、おたまばにやろ、今日もですねー、すみやつです。ジョナイカジャイですネース。本日だとコラボ動画となっております。とうとう来たな、この時がよいやよし。まあでもね、今日ネスがねテンション高いのもまあわかりますよ。あー、うなずけます。なんと本日のコラボ相手は犬山玉木くん。はーい、ご主人様ワンとも男の子 VTuber の犬山玉木です。よろしくお願いします。おー、男だー。ネスやばいんじゃない。いや、やばいっす面白いこと言えないくらいにちなみにその玉木くんは、はい、ノリプロっていうその VTuber 事務所から今日は来てるってことですよね。はいはい、そうなんですよ。ノリプロという VTuber 事務所から、所属というよりは運営みたいな感じなんですけども、トップですか。ノリプロから参りました。玉木くんはリアルアキラボーイズのことってご存知だったりしました？はい、いや実はなんですけど、はい、ニコニコ動画時代から知っておりますよ。あら、嬉しい。もちろんですよ。ニコニコキッズだったので見てました。いやー嬉しいですね。だってニコニコ時代に見てくれてた方とこうやって今コラボできるってね。 VTuber 界でもやっぱりいろんな方と、なんかいろんな事務所の方とコラボしてるから、僕はもう VTuber 界は明石家さんまって呼んだ。いやもう今日ねネスがね朝からずっとテンション高くてギンギンに目あこんなに元気ないじゃないですか。普段のねネスはねすげえもっとローテンションなんですよ。ローテンションなんですけど。あ、そうなんですね。全然ね、なんかあの気持ち上げてくれなくて、いや、違う違う、言い方悪い、心ここにあらずみたいな。で、今日はですね、まあ何をやりますかというと、ノリプロ公開面接、はいと言ってはダメ面接。イエーイ。これあの以前にもふぶきちゃんとコラボした時の企画なんですけど、はい、まあ、その時にねやってめちゃくちゃ面白くて、これまあ、ルールの方を説明しますと、面接官とそれを、まあ、受けに来る人2つに分かれて、まずその面接官がいろいろとこう面接をしていくんですけど、そこでその面接を受けてる側の人は何をこう質問されてもはいと言ってはいけない、まあ、なんですよ。面接っていう体なんで、まあ、本当ガチの面接だと思って、まあ、このねはいを言わずに、まあ、こう失礼がないようにこう切り抜けなきゃいけないっていうね、まあ、そういう企画ゲームなんですよね。じゃあこれ合格したら、あの僕らもご一緒に入れるっていうことになりますね。ノリプロ公開面接なんで。そうですね、確かに僕は権限ありますので、そうそれはノリプロ入っていただくか、マジ権限ある。お前も VTuber にならないかっていうね、VTuber になっちゃうかもしれないですよね。VTuber 界の赤座って呼ばれます。じゃあもう今回ね、じゃあ僕らが頑張ってこのノリプロに、まあ、入れるように、まあ、こう面接をね、まあ、受けに行くっていう手と、それが終わったら今度面接官がこう入れ替わりまして、玉木くんが RAB のオーディションに受けに来るというね。いいんですか、僕めちゃくちゃ体力ないですけど入れますか。いや全然、あのもうゲッターやってるぐらいのあれがあれば全然大丈夫です。あれが一番すごいので、接触力が入り込んでいる。では早速僕たちがね、玉木くんが面接官になって、まず僕たちがじゃあそれを受ける側としてやっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。それでは最初の方どうぞ。失礼します。どうぞお座りください。ありがとうございます。上司来た。まあ、じゃあお名前から聞こうかしら。私はゾマヤカじゃないと申します。だいぶ個性的な名前でやってるみたいだね君。そうなんですよ、私ゾマヤカじゃないという名前を毎回言うとですね、え、はい、えってこう絶対聞き返されるような、そんなインパクト大である名前であるからしてございます。はい、なるほどですね。はい、聞き返さない人の方が珍しいだろうな。何が得意なんだね君は。私はブレイクダンスが得意でございます。おお、ブレイクダンス、まあ、ちょっと VTuber でブレイクダンスが披露できるかっていうと、ちょっとあまり機会がないかもしれないが、生放送をやってもらうことになるのだが、生放送10時間できるかね君は。10時間できるか。リアル秋葉ボーイズまだ21時間ぐらいしか配信したことないんですけど、10時間めっちゃしてる。一人で10時間は頑張りたいと思います。1日生放送は何回やるのかね。1日生放送はですね、そう
うですね、9回ぐらいはいけるんじゃないかなと思っておりますよ。9回めっちゃするじゃん。これ多かったですよね。これは9回間どういうタイムスケジュールでやるんだ。タイム感はですね、食事の時に行う、そして食事をした後にいろいろそこから勉強タイムをちゃんと収録して、そこから歌枠もやって、ダンス枠もやって、ゲーム配信もやって、コラボ配信もなんかなるほど、ね、やれたらいいなみたいな感じで思っておりますよ。もうそれで朝から晩まで9回行動と。もう9回行動、9回連続倒しますなるほどね。いやこれは見込みがありそうですよ。本当ですか。最近ゲーム実況流行ってるけど、好きなゲームとか得意なゲームはあるのかい。私はですね、ドラゴンクエストが大好きでして、ドラゴンクエストの実況動画とか頑張ってやってみたいなと思っております。めちゃくちゃ見込みがあるね。ドラゴンクエストが好きだって。ナンバリングは何が好きなんだ。ナンバリングは3と最新の12は好きですね。12は好きですね。12はまだ出てないじゃない。11だ。11、おいおいおい、11でした。大丈夫か。大丈夫です。3と11はいいよ、はい、すごいセンスいいじゃないですか。いいじゃないですか。俺言ってたわ、何回か言ってたわ。え、言ってた。いや言ってない、言ってない、言ってない。え、脳内で言ってた。1回言ってた。俺1回だけ大きい声ではいって言ってた。はい、よく見たら分かると思う。パワーすぎたかな。ただの世間話になってますもんね。確かに。ただ普通に雑談楽しくしちゃった。ドラクエの話もっとしたかったんだけど。ドラクエの話もっとしたかったっすね。それでは次の人お入りください。イエッサー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 。なんて。それではお座りください。ありがとうございます。自己紹介から聞かせてもらおうかな。おい、鈴宮敦樹です。今のおい絶対いらなかったんですよ。あ、まあなんか VTuber なりたいってことだけど、特技は何なのかね。特技は伝説を作ることです。あ、うちで伝説を作ると。残しましょう。まっすぐな瞳の若者だね。いいじゃないか。あれだ。あ、じゃあまあ活動内容としてはどういうのでやっていくんだね。まあ動画配信とかいろいろあると思うけども。僕は炎上を狙っていきたいです。首入る前から首だよ、そんなの。まあじゃあ炎上するとしたら何で炎上するんだい。僕は幸せな炎上を目指します。おお、幸せな炎上いいじゃないですか。炎上しましょう。具体的に幸せな炎上何するの。具体的にはですね、幸せな炎上はコンビニに行きまして、ほう、すいません今言ってはいけないことを言ってました。大体わかる。でも一瞬考えていけたらと思います。炎上を。僕は今のこの生ぬるい YouTube 界を変えたいんです。変えるのはいいけどニュースにならないようにね。そうだな、じゃあ、まあ、やっぱ配信の行動回数は聞いとこうかな。行動回数1日何回配信するんだい。僕はあえて配信はしません。なんで。何やさ、やれよ。VTuber の枠にとらわれない新しい活動として僕はやりたいんです。なるほど。じゃあ配信以外何をするの。違うんですよ。何が違うの。生放送ではなく、お、生放送ではなく配信ではなく、ねえ、なんだ、おい、トークで引き伸ばされたじゃねえか。聞きたかった、その先を、その先のトーク聞きたかったぞ。何をやるつもりだったんだ。まあ、終わっちゃった。なんもない。残念。配信はしませんって言ったんで。配信はしませんってドヤ顔で言ってた。配信はしません。はい。なんだよ、炎上させんぞ。最後の方お入りください。リアルアクロボイスから参りましたネスと申します。よろしくお願いします。初手自己紹介。めちゃくちゃまっすぐ前を見てる若者だ。これは見どころがあるかもしれないかな。あ、それでは面接を始めてまいります。どうやらなんかノリプロがお好きとのことですが、好きな先輩とかはおられますか。それはもう犬山玉木さんでございます。ボソボソ言うな。一回ちょっとヘッドホンの方外していただいてもよろしいですか。はい、外しました。白雪一郎さんがもっと好きです。あ、もう大丈夫です。お前、お前
あ、まあ、だ、あ、わかりました、わかりました。そうですね、真白焼き、三代さん素晴らしい方ですからね。あれ、なんだこいつは。じゃあ、そうだな、うちの事務所では返事がいい人を採用してる節がありましてね。なるほど。ちょっとお返事聞いてみたいな。お名前呼んでお返事できるかな。あれ、できんの。なんで黙ってんの。急に黙ってんの。うん。いや、運は失礼じゃないですか。あ、すいません。うん、うん。もう一度お願いしていいですか。謝るんだ。それではお返事聞かせていただきましょう。ネスくん。ワン。獣と聞いたので。はい、ああ、獣だけど君は人間だよ。あれ、あれ、あのでもあの V の体をいただければ。あ、確かにね、その V の体で獣になることは可能だからね。配信は何回やるかやっぱり聞いとこうかな。3回です。ちゃんといいライン攻めてきたね、3回ね。じゃあ3回の中でどんな配信していくのかな。早朝にテトリスをやり、昼間に対談をやり、夜に猫背の新 ASMR を同時視聴します。お前シン様好きなだけだろうが。はい。あー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 じゃね。あーあーやばい。配信内容のセンスのなさはちょっと罰ですけども、まあやる気は感じる、ね、いいお返事だったからね。やる気あります。終了。普通に出た。言わせられたからいいのか。やっぱりこれで僕のドニプロ入りは確定かなと思いますね。そうだね。まあまあでもどうなのかな、ちょっと先輩への愛が強すぎるのがちょっとこうね、タレントさんを守る的な意味でよろしいのかしらっていうところはあるけど、ちょっと危険因子な気がするけど。まあ、マジレスがすぎる。はい、では今度はじゃあ面接官入れ替わりまして、おー、今玉木くんが、RAB の、はい、オーディションを受けに来たという体で面接したいと思います。というわけでね、ここからは僕たちが面接官になって、うん、やっていきたいんですけど、はい、これちょっとね、すいません、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、今回のこのゲーム、罰ゲームあります。あら、罰ゲーム。罰ゲーム。玉木くんが負けてしまったら、新衣装のお披露目ってよくあるじゃないですか。その時の衣装をチェックシャツでお願いしたいなと。重たいな、僕の罰ゲーム。結構重くないですか。もちろん、シャツインでお願いします。まあ、罰ゲームですけどね。わかりました、はい、これ僕らが負けてしまった場合は、あ、聞きます。あー、そうですね、じゃあいいっすよ、なんか好きなの。え、なんでもいいんですか。なんでもいいっすよ。 お披露目でチェックシャツ着ましょうか、僕らも。じゃあ、僕のいつも生放送でオープニングで流してる曲があるんですけど、はい、即興でダンスしてもらうことってできますか。あー、なるほど。見たい、めちゃくちゃ見たい。で、今ですね、まあ、僕たち、おそらく数えたら、4回多分僕たちトータルで「はい」って言っちゃってるんですよね。はい、なので玉木くんはまあ4回以上「はい」と言ってしまったら、これ僕たちの勝ちっていうことになります。4回か、まあ言わないでしょ。いやー、もうここはもうね、これもう言わせにかかりますよ。もう全力出します。どんな手を使っても。というわけでじゃあやっていきましょうか。はい、はい。それでは次の方どうぞ。失礼いたします。ノリプロから参りました犬山たまきです。あ、どうぞお座りください。あ、失礼いたします。たまきくんは今回なんで RAB のオーディションを受けたのかな。 RAB さんのダンスに感銘を受けたからです。感銘を受けたんですか。感銘を受けました。あ、感銘を受けたんですね。はい、大変熱い感銘を受けました。僕もダンスがしたいです、皆さんと。あ、なるほど。ちなみにどうですか、どんなダンスができるんですかね。くるくる空中で回ったりとかできます。回ったりできるんですか。回ったり関節を折ったりできます。あー、なるほど。これはかなりねじ曲がったりできます。これね、ちょっと玉木くんにね、こっからいろいろクイズ出していきたいんですけど、 RAB に、ね、入るにはね、ちょっといろいろ知識がね、ないといけないので。そうです。あー、それはそうですよね。はい、じゃあまず1問目、少年ジャンプで連載された大人気バレエ漫画のタイトルは何でしょう。バレエ漫画ですか。これ有名なんでね、かなり。いや、僕漫画読まないんですよ。あれ、RAB としてちょっとオタク要素も
漫画だけがオタクじゃないじゃないですか。なるほど。アニメもあるじゃないですか。じゃあ私も質問してよろしいでしょうか。ウイスキーと炭酸水を混ぜた飲み物って何ですか。難しいですね。うん、かなり難しい。ああ、これは難しい問題ですね。僕みたいな子供部おじさんは普段お酒をたしなみませんので。じゃあちょっとヒント言いますね。なんとかボールです。ドラゴンボールですか。ドラゴンボール、ドラゴンボールかもしれない。ドラゴンボールですね。あと、ね、これは結構期待ができるぞ。次の問題いきますね。はい、コンビニのガムを売ってるコーナーにある美味しいガムのような食べ物、何ちゅうでしょう。ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウ。パチパチ。ピカチュウ。ピカチュウでした。ピカチュウのさ、あのなんかお菓子売ってますもんね。まあ売ってるね。ポケモン好きなんですよね。ポケモン。あ、ポケモンあるじゃないか。じゃあ、あのポケモンの技で、あの水タイプが覚える最強の技って何だと思いますか。あ、ヒント言いますね。うん、ドロポンプなんですけど。ドロポンプ確かにね。ドロポンプ。ポケモンは電気タイプ推しなんですよね。電気が好きなんですよ。最後にいいですか。ジャンプのバレー漫画のタイトル何でしたっけ。バレージャンプのバレー漫画。あ、終了だ。一回行っちゃった、一回行っちゃったんだけど。いやー、そうだ、一回行くぞ。はい、言えよ。ハイドロポンプス。というわけで、これは勝者犬山玉城くん。やったー。なんかちょっとずるかった気がしたけど、僕いいのか。もう途中からもう RB 何も関係なかったですよ。ただクイズ大会してたんじゃん。まあ僕たち、はい、じゃあ負けてしまったので、犬山玉城くんの楽曲で今からじゃあ即興で踊っていきたいと思います。やったー。それでは犬山玉城オリジナル曲、僕のシングレット、リアル秋葉ボーイズさんが踊ってくれます。ミュージックスタート。どこにも秘密があるってよく言うけど、男の子にだってあるでしょ。内緒にしなきゃダメなのに、君に知ってほしい、僕はいけない。すげー、かっこよすぎー。ありがとうございます。いやー、というわけでね、ちょっと即興で踊ってみたんですけど、いかがでしたか。すごい。なんか少し打ち合わせしてたのは見てたんですけど、 なんであんなに即興で合うんですか、踊りは。それはすごい、プロダンサーだからです。すごい、マジでかっこいい。ありがとうございます、超嬉しい。今回は、まあ、コラボ動画を、はい、まあ、玉城くんと、はい、撮っていったんですけど、どうでしょう、今日玉城くん一緒にやってみて。はい、めちゃくちゃ楽しかったですよ。でも勝ってよかった、ダンス見れたのがめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございました。いや、こちらこそ、ありがとうございます。ね、また、玉城くんとはね、ちょっとコラボできたかなので、
思うんで、はい、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いします。パマさんにチェックシャツ着せたいですね。やだ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 で、概要欄にね、たまきくんの YouTube チャンネルのリンクとか貼っておきますんで、はい、ぜひそちらの方も、はい、ご覧ください。お願いします。お願いします。はい、ここまでのお相手はリアルアキバボーイズと入山たまきでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。